ていうかさ、宇宙ってほとんど夜じゃない？確かに、うん、そんなこと言うと急にまた眠くなるよ。あー、姉さん牛乳飲めばいいんですよ。また乳製品の話？知らないんですか？やだやだ、何何？牛乳には乳眠作用があるんですよ。入眠作用。どや。皆さん、無駄話してる場合じゃないですよ。本部から入電です。萌さんの仕事なのにちゃんと見ててくださいよ。遅れてやって遅れてやるぞ。何何何？惑星 S16 に関するレポートを提出せよ、とのことです。すっかり寄せしたやつだ。だって、もう通り過ぎちゃいましたよ。今からでも引き返しましょう。でもめんどくさいからさ、みんなで適当に考えて。ダメです、ダメです。そうしよう、そうしよう。あ、わかった。じゃあ、大喜利。大喜利がいいんじゃない？大喜利。惑星 P14。こんな惑星は嫌だ。S16 ですから。よし。じゃあ、誰から行こっかなー。こんな惑星は嫌だ。はい。よーい、どん。はい。じゃあ、はい。はい。広さが4畳半しかない。やだ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 。はい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 。なんだかよくわかんないけど、レインボーか。ちょっと嫌だな。でもちょっといい。なんか予想そう。はい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 。床が納豆で敷き詰められている。嬉しい。嬉しい、それは。はいはいはい。あゆみさん。宇宙人の顔が萌え。待って待って。はいはい。待って。宇宙人のお母さんの顔が萌え。待って待って。はいはい。宇宙人のお父さんの顔が萌え。待って待って。宇宙人みんな萌え。じゃあ、そういうことで、ミクちゃん、報告してっちゃ。大丈夫かなぁ。あ、のちさん、前、隕石です。やった。